さみさん、今日はですね、単語の問題いってみたいと思います。問題はこちら。この下線部チャンピオン、これを言い換え可能な選択肢、もちろん今から書くんですが、その中から正しいもの一つ選んでいただけるとよろしいかと思います。さあ、選択肢はこちら。さみさん、制限時間3秒間で考えていただけるとよろしいかと思います。もちろん正解は、まあ、死のような感じがする。まあ、もちろんチャンピオンと書いておりますので勝者ですから、水っぽいんですね。ですが皆さん、後ろを見ていただきますと、女性の権利、それに勝ち負けはないですよね。ですから水は×。じゃあ皆さん、選択肢の D、 もちろんチャレンジャーですから挑戦者、女性の権利突撃でもしていくんですか。意味内容上は合わないですよね。じゃあ選択肢の A、 スペクテーターですから観客、それはスポーツだったら当てはまりますよね。ですが今回は女性の権利ですから A も×。よって正解は B ですよね。ですから皆さん、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、チャンピオンと言われたら擁護者という意味がありましたね。初耳という方、もしくはチャンピオンから擁護者に全くつながらない方、皆さんじゃあイメージしてくださいね。例えばアメリカ大統領が選挙でチャンピオンになるためには多くのうにゃうねが必要ですよね。もちろんサポーターですよね。ですからそういう風にイメージしていただきますと、チャンピオンからサポーター、つまり擁護者、そういう風に考えていただいてもよろしいかと思います。もしくはこちら、チャンピオンになった大統領は国民の生活をうんたらかんたらする役割を持ちますよね。もちろんそれはサポートですよね。ですからチャンピオンとサポーター、もしくはサポート、こういう風にイメージしていただきますと、なんとかつなげることはできるかと思います。ですから日本の大学入試なんかではなかなか見かけない表現かと思いますが、まあ、逆にそれを押さえておくと TOEIC でのスコアアップにつながるかと思います。ですから要注意単語として押さえていただけるとよろしいかと思います。さあ、ノートを取る方はどうぞ。ということで今日も頑張りましょう。